養庁に入っているようです。右に宝庇本線、はい、あ、聞くよって書いてあるところありますね。今甲子市のスタンドまでがあと6キロほどで、その前になんかイオン系のマックスバリューかなんかの店があるんで、そこに寄って、少しの買い物して、郡って書いてありますね。そういう中にある町なんということでしょうね。菊陽町、原水、ちゃんと読めませんでした。57でいいと思います。ケース電気やら大型店が並んで、杉並木公園、そんな公園がなんか右の方にあるようです。本当はですね、明日天気良かったら鹿児島県の長島町の社長さんと、阿蘇に登る予定だったんだけど、今日こんな天気だけど、明日はもう山は大荒れですよ。20メートル吹くって言ってるから、雨 90% で。その予報をですね、2週間前からその予報は変わらなかった。変わるのずっと待ってたんだけどね、そういうこともあるんですね。本当は3日天気悪い真ん中だったのが、1つ早まって天気悪い最初の日になってしまって、昨日の段階で諦めようって、そしてどっかでチャンスあったら、あの諫早市のある多良岳を登ろうかと。そこはですね、以前諫早の人に連れてってもらった山です。今いないんですけどね、亡くなったんだけど、そこはもう登山口は何もあの分かってるので、信仰の山でもあってね、